はい、どうもこんにちは。今日はチャンネル登録者500人達成記念、初の海外遠征、フランスベルサイユ宮殿前からお届けしております。秋深まるフランス、フェルトカブラギ君とキャノンデール手島君とこれからサイクリング行ってきます。通称赤坂のベルサイユ宮殿、迎賓館を後にした我々は414号線を下ります。こちらの坂はアンチン坂と呼ばれています。こちらの坂を下り切った交差点の先にはきつい登りが待ち受けています。この坂の攻略ポイントは信号のブルーシグナルに合わせていかに減速をせずに次の登りに備えるかということです。こちらの信号に捕まってしまうとゼロスタートからの激坂チャレンジが待っています。サイクリングアプリストラバではキングオブマウンテンを狙う坂バカたちが集う数少ない都内のクライムポイントになっています。ぜひ皆さん一度挑戦してみてください。アンチン坂を越えた先、都内屈指の紅葉ポイント、明治神宮外苑イチョウ並木があります。先週こちらにロケに訪れたんですが、今週1週間経って寒さが増して緑が残っていたイチョウの木も紅葉が進み、イチョウの黄色い絨毯が一面に広がっています。今の時期、こちらの明治神宮外苑では駐車場より先の道路が封鎖されて歩行者天国になります。路上での車の撮影ができるのは午前9時までとなっていますので、紅葉のイチョウ並木をバックに愛車の写真を撮りたい方は、早朝6時から9時の間3時間がおすすめとなっております。撮影の際気をつけることは、道路の真ん中に車を止めて他の交通の妨げになるような迷惑行為をしないことです。たとえそれがどんなにかっこいい写真であっても、交通ルールやマナーを守らずに撮った写真であればダサダサの極みです。今回チャンネル登録者500人達成記念で訪れたこちらの赤坂のベルサイユ宮殿、紅葉のイチョウ並木へ来た理由は、愛希ビアンカちゃんのスペック紹介をするための動画の資料を撮影するために訪れました。現在制作中ですので、視聴者の皆さんどうぞ首を長くしてお待ちください。
明治神宮外苑前イチョウ並木を後にした我々は、東京ルート246を経由して皇居東京駅を目指します。そしてそちらが今回のサイクリング終着ポイントとなっております。東京ルート246赤坂付近は、あの有名なドライビングシミュレーターグランツーリスモの聖地でもあります。ゲームをプレイしたことがある方ならご存知だと思いますが、ゲーム中では景色や地形など忠実に再現されています。アップダウンも多く高速コーナーも多いので、登攀練習やダウンヒル練習にも向いていると思います。日曜日の早朝ということもあって、通称ガチ勢と呼ばれる方々、ロードバイクで、集団を形成して、ツール・ド・フランスさながらに、皇居の周りを疾走していました。内堀通りから、皇居の南側に位置するこちらの桜田門をくぐると皇居前広場に抜けることができます。早朝の皇居ライドは初めてだったのですが、桜田門を抜けてびっくり、とてもたくさんのランナーさん、市民ランナーさんと呼ばれる方々がストレッチをしたりジョギングしてとても賑わっていました。そしてこちらが私の動画でもおなじみのパレスサイクリングが開催される内堀通り、宿田橋から始まり、北は九段下手前まで走ることができる自転車天国。現在の時刻は9時30分、10時から開催されるパレスサイクリングに向けてガチ勢と呼ばれる方々は皇居の周りを周回してウォーミングアップをされていました。1周約5キロ弱の一般道を走ることができるパレスサイクリング、東京の摩天楼を眺めながら道路の真ん中を走るのはとても爽快です。まだ走ったことがないというサイクリストの方はぜひ一度走ってみてください。そしてこちらの皇居前広場から東京駅にかけては映画「シン・ゴジラ」でゴジラ対アメリカのステルス爆撃機、日本の存亡をかけた自衛隊とゴジラの戦いが繰り広げられた場所です。パレスサイクリングではレンタサイクルも貸し出ししているので、普段は仕事が忙しくてなかなか子供の相手ができないお父さん、お子様とスキンシップを図りながらシン・ゴジラの聖地巡礼などいかがでしょうか。今回はチャンネル登録者さん500人突破記念として新企画でもある朝練シリーズと紅葉巡りシリーズのコラボレーションとなりました。本日の動画楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画を楽しんでいただけたなら高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。低評価アンチコメントの方もお待ちしております。
本日もご視聴ありがとうございました。バイビー。